さあ、一番乗客が多い駅と少ない駅のあるものないもの調査、先週は多くの方にご覧いただきました。ありがとうございます。今回は池袋から西武秩父を結ぶ西武池袋線と西武秩父線です。このシリーズ初めての山岳区間を通る路線となっています。今回もよろしくお願いします。西武池袋線、西武秩父線で一番乗客が多い駅は池袋駅、そして一番乗客が少ない駅は長丸駅。今回はこの2駅のあるものないもの調査をやっていきます。前置きはこの辺にして、早速駅の概要から見ていきましょう。まずは長丸駅。長丸駅は埼玉県飯能市に位置する駅、西武秩父線のちょうど真ん中くらいの場所に位置しております。1日の乗降客数は144人、年々減少しているようですが、乗客だけで言いますとすでに100人を切っているそうです。ちなみに西武鉄道全駅でも一番乗客が少ない駅となっています。それから特急ラビューは通過ということになっていますが、行き違いの都合でたまに運転停車することはあるそうです。そして池袋駅。池袋駅は東京都豊島区に位置する駅、西武池袋線の起点にあたる駅です。1日の乗降客数は約33万人。近年は増加と減少を繰り返していますが、それでも6桁台、長丸の約2000倍となっています。ちなみに池袋駅の乗降客数は西武鉄道全体でも一番多くなっています。ということで今回は路線を超えて鉄道会社全体であるものないもの調査をやっていきます。最初の項目はこちら、自動改札。今回初めての項目となりますが、果たしてどうなのでしょうか。まずは長丸駅、こちらはなし。長丸駅に自動改札はありません。こちらが長丸駅の改札口、 IC カードの簡易改札機が置いてあるのみで、いわゆる切符を通す自動改札はありませんでした。ですから切符で乗る場合は素通りして良いそうです。また西武鉄道は全駅が有人駅となっていますが、この駅は一部夜間時間帯は駅員さんが不在の時もあるようで、その時は乗車証明書を受け取って電車に乗ることになっています。これぞローカル区間の駅という感じがするのがこの長丸駅です。そして池袋駅、こちらはあり。池袋駅には自動改札があります。こちらが池袋駅の改札口、こんな感じでたくさんの自動改札機が設置、まだ人は少ない方だと思いますが、おそらく朝ラッシュの時間にはとんでもない数の人が通っていくことでしょう。 IC カードをタッチする時の音がずっと鳴っています。また西武池袋駅は改札はここだけでなく、地下や南口にもあります。そちらにももちろん自動改札が設置されています。ということで自動改札は長丸駅がなし、池袋駅がありでした。続いての項目はトンネル。こちらも新しい項目となりますが、どうなのでしょうか。まずは長丸駅、こちらはあり。長丸駅にはトンネルがあります。長丸駅の先端の少し先、見えていますでしょうか。トンネルがあります。こちらは長丸トンネルと呼ばれ、長丸峠を貫くトンネルとなっています。全長は約 4.8 キロで、開通した1969年当時は日本の私鉄一長いトンネルだったそうです。その長さから長丸トンネル内にも信号場が設けられており、電車の交換が行われています。山岳区間を走り、カーブも多い西武秩父線ですが、長丸トンネル内は最高速度の105キロで走ることも特徴です。そして池袋駅、こちらはなし。池袋駅にはトンネルがありません。池袋駅はトンネルはありませんが、駅全体が屋根に囲まれており、よほどの雨風でなければ体が濡れるようなことはありません。ちなみに池袋駅は西武池袋線以外にも地下鉄丸の内線、有楽町線、副都心線が乗り入れていますが、そちらはもちろん地下ホームからの発車となっています。映像は特急ラビュー号、
この駅は特急電車は専用のホームからの発車となっており、7番ホームを通過して奥の特急ホームに入ることになっています。ということで、トンネルは小丸駅があり、池袋駅はなしでした。小丸といえばトンネルというイメージを持っている人も多いでしょう。さて、この後は駅の外の項目を見ていきたいと思います。続いての項目はバス路線。こちらはどうなのでしょうか。まずは小丸駅、こちらはなし。小丸駅はバス路線が乗り入れていません。小丸駅の駅前はこんな感じで、バスも乗り入れることができるくらい広めのスペースがありますが、バスは乗り入れていません。大昔には走っていたそうですが、利用者が低迷してしまい廃止となってしまいました。基本的にはこの駅には自家用車、たまにトラックやタクシーが来るくらいとなっています。一応駅近くに国道が通っていますから、物理的にバスが通れないというわけではないようです。あとは奥の方には駐車場がありますから、パーク&ライドもできるようになっています。そして池袋駅、こちらはあり。池袋駅は多くのバス路線が乗り入れています。池袋駅からはいろいろな方向へバスで行くことができます。早稲田、東京ドームシティ、西新井、王子、浅草と電車1本では行きにくい場所を中心にバスが運行されています。利用者が多く本数は多くなっていますが、それでも混雑しますから、座って移動したい場合は少し早めに並んでおくのが良いでしょう。さらに池袋駅は高速バスも乗り入れています。こちら西武の高速バスということで、西武バスが運行する高速バスの多くは池袋発着となっています。行き先は新潟、富山、長野、富士山、鳥羽、南紀白浜と大体の方角には出発しております。ぜひ西武沿線の方は池袋駅から高速バスに乗ってお出かけするのも良いでしょう。ということで、バス路線は小丸駅がなし、池袋駅がありでした。では最後の項目いきましょう。項目はこちら、自然です。もう答えが見えているようなものですが、一応確認していきましょう。まずは小丸駅、こちらはあり。小丸は自然だらけです。こちらが小丸駅前の様子。パッと見緑しかありません。小丸駅の利用者の多くはハイキング客となっています。実際私が調査しに行った時も、私以外の利用者は皆さんハイキング客の方たちでした。この駅の近くにある山は小丸峠、伊豆ヶ岳、狩場坂峠となっています。どれも標高は1000メートル弱となっており、おそらく中級者向けくらいの山なのでしょう。西武鉄道は秩父線のハイキングも推しております。そして池袋駅、こちらはなし。池袋は大都会です。さあ、こちらが池袋駅の西武側東口の様子。夜ですがとても明るく、人通りも非常に多くなっています。また隅から隅まで店が並んでいます。ドンキホーテ、松本清などなど、小丸駅には全くないものがいっぱい並んでおります。というか、小丸駅は駅前に唯一あった売店も去年閉店してしまいましたから、この2駅は大違いとなっています。やっぱり池袋は都会だなと、こういうところから感じます。ということで、自然は小丸駅があり、池袋駅がなしでした。どちらも悪くはないと思います。西武池袋線のあるものないもの調査は以上となります。来週は土曜日、日曜日と連続して公開する動画がありますから、お休みとします。そしてその翌週は、以前舞浜駅でやりました駅の禁止シリーズの第2弾をやりたいと思います。第2弾は東急線の多摩川駅は川以外に何があるのか調査していきたいと思います。気になる方はぜひチャンネル登録をして公開をお待ちください。ということで、今回の調査は以上となります。最後までのご視聴ありがとうございました。